なんだよ、お前新聞なんて読むのか。どういうことだ、なんで戸田の遺体が秩父の山の中で見つかんだよ。ああ、遺体が発見されたということだ、それだけだ。は？何をのんきに。お前が殺した後、遺体は部下が埋めた。どこに埋めたかまでは俺ら管理してないよ。そして今日警察がたまたま掘り返して発見した、それだけのことだ。とぼけんなよ。お前の指示で戸田は殺されて埋められた、そうだろうが。何を言ってるんだ、殴られすぎて頭がおかしくなっちまったのか。忘れるな、戸田を殺したのは達也、お前だ。いや、戸田は生きてた。仮にお前が言うように生きていた戸田を俺が殺して埋めたとしよう。だからどうした、誰が信じる。あのビデオだってあるんだぞ。てめえはめやがったな。戸田の事件の後も生きてたってことは俺がやったんじゃねえよ。保護観察中のガキの言うことを真摯に受け止めてくれる警察がいると本当に思うか。それにお前は一つ勘違いをしている。そもそも俺が右腕の戸田を殺す理由がどこにある。俺に生きてるとこ見られたからだろ。だからといってわざわざ発見されやすい場所に遺体を埋めると思うか。それは俺を追い込んでドラゴンヒートに縛り付けておくために。お粗末だな。さっきからお前の言ってることは全て推測でしかない。それしか考えられねえだろうが。俺に口を割らせたいのならそれなりの証拠や証言でも集めてくることだ。無理だがな。ああ、てめえの好きにはさせねえ。しかしあまりフラフラで歩くと危険だぞ。何にしろお前は保護官中の身からたった今戸田殺害の容疑者になったも同然なんだからな。違う。あのビデオを世間に公表しても違うと言い切れるかね。悪いことは言わん。黙ってドラゴンヒート10連勝することだけに集中することだ。確かに今下手に動けば本当に俺が逮捕されちまう。どうしたらいいんだ。そろそろ来る頃だと思ってたぜ。あ？容疑者になった気分はどうだ。てめえぶっ殺されてえのか。おいおい、俺はおめえの敵じゃねえ。かといって味方でもねえが、殺に垂れ込むようなことはしねえ。安心しな。で、今日は何が聞きたい。戸田は誰に殺されたんだ。
空気か。それはお前じゃねえのか。おい、時間がねえんだ。冗談だよ。お前が戸田のことを殺してねえのは知ってる。じゃあ誰が殺したのか。1000万だな。ガキからむしり取るなんてしねえんじゃなかったのか。そうだったな。でも実際そのくらいの値段の情報だ。まあこれもつけといてやる。だがそのまま全てを教えてはやれんな。じゃあ。若いんだ、少しは自分で苦労しろ。誰だこいつは。名前は千秋、自称女子大生のキャバ嬢だ。自称女子大生、なんだよそれ。久喜組の内部情報を知りたいならこいつに話を聞くんだな。どこに行けば会える。つけで教えられるのはここまでだ。自分で探せ。よこせ。頑張れよ青年。ご指名ありがとうございます。千秋です。探したぜ。あら、そうで、何かしら。右京達也くん。え、ああ久喜組の情報でも知りたいのかな。座ってもいいかしら。ああ。その様子だとなんだか切羽詰まってるみたいね。なんであんた久喜組の情報握ってんだ。気になる。私実はルポライターなの。実は死刑よ。今はカムロ町の飲み屋、風俗、アングラマネー、いろんなネタの本を出そうと思ってさ。で、キャバクラで情報収集が手っ取り早いって考えたわけ。俺のことなぜ知ってんだ。久喜組の収入源を追ってたらドラゴンヒートの話を知ってさ。この間やっとお客さんに連れてってもらったのよ。達也くん、なかなかかっこよかったよ。じゃあ担当職人に聞く。久喜組の戸田について話を聞きたい。なんだよ。最近収入も減っててね。少ないけど、まあいっか。毎度あり。戸田は誰に何で殺されたんだ。そこまでは知らないわ。でも彼が姿を消すちょっと前に変な噂が流れたわ。変な噂。1ヶ月ほど前、東上会系の地下カジノが一斉にガサ入れを食らったの。久喜は情報漏洩なんかには相当な注意を払うことで有名だし、ガサ入れを食らったカジノには東上界でも一部の人間でしか存在を知られなかったところもあったのに。誰かがチクったってことか。そうね。それもかなり上層部の情報に触れる機会のある地位の人間かもね。それで東上界の各組は疑心暗鬼になって内通者探しを始めたの。そこで名前が浮上した中に戸田がいたのか。そう。なぜ疑われたんだ。久喜組から独立するんじゃないかって噂があったからじゃない。何。最近チャイニーズマフィアと組んで始めた闇金経営で相当儲けてて、久喜組の中でも頭角を現していたらしいわね。その筋のお客さんに聞いたわ。闇金経営。俺が最初に戸田と出会った事務所も奴の闇金事務所だった。でも闇金でどんなにうまくいったとしても所詮戸田は久喜の部下、上納金もその分取られるでしょ。そりゃそうだ。だとしたら次に考えることはきっと一つ。久喜の手を離れて儲けを独り占めすること。まあそうかもしれねえが、どうなのかな。だって言ってたもん。言ってた。戸田って人一度この店に来たことあるし。え、相当酔ってたわその時。さあ遠慮しないでガンガン持ってこい。本当素敵。当たり前だ。俺を誰だと思ってんだ。景気いいのね。何やってる方。まあレストラン経営と金融業を少々な。すごい。ねえねえねえ、なんてお店、どの辺なの。まあ
手が久喜組の島の久喜さんのお店なの？仕事の話なんてどうでもいいだろうか。ごめんなさい。くそ、見てろよ、全部俺のものにしてやる、全部。そうか、じゃあ戸田と久喜の関係はそもそも良くなかったのか。最初はどうだったかは知らないけど、戸田のあの日の言動から考えれば、当然その様子も慎重で勘のいい久喜にも伝わってたでしょうし、だとしたら戸田を疑ってたでしょうよ。なるほどな。それに何よりもともと久喜の右腕と呼ばれた人だから、上層部のいろんな情報も戸田なら知ってたはず。久喜直営の風俗店も何軒かガサ入ってたそうだし、常識的に考えれば密告犯の筆頭ってとこね。そうか。あ、そういえばあなた以外にも戸田を探してた人いたわ。誰だ、名前は？竹中。あ、そう、その人。何か教えたのか？何も。だってお金ないからって何も頼まないくせに話だけ聞かせろとかしつこいからさ、こっちも情報を得るために苦労してるっつーの。わかった、サンキュー。でも俺には随分いろいろ教えてくれすぎじゃね？俺に惚れたか？さあね。達也君、ジュエルのユイカって女知ってるよね？え？私ああいうタイプの女大っ嫌いなんだ。なんかチャラチャラしててさ。それにあの彼氏も同じよ。え？あなたユリカの彼氏ぶっ飛ばしたでしょ？見てて最高に気分良かったの。その例。あれは彼氏じゃねえ。それに二人ともチャラチャラなんてしてねえ。え？特にヒューガの悪口は言うな。奴にはいろいろ教わったんだ。ふーん、そっか。ルポライターのくせに調べ方甘いんじゃねえの。でも助かったぜ。やはり竹中は戸田を追ってる。摘発？くそ、また誰かが垂れ込んだに違いねえ。分かった、すぐ行く。俺が見た、あの時点ではまだ戸田は生きていた。そして戸田はその時も久喜の風俗店とかの情報を警察に流し続けていた。で、それが久喜にバレて戸田は。へえ、こんな爽やかなイケメンもドラゴンヒートにいたんだ。あら、こっちはワイルド系ね。この辺りが我が二岡組で契約した新人ですわ。実力もヒューガの比ではありません。もし筒井様のお眼鏡にかなうようなものがおれば、ヒューガ以上のバックアップをいただければと。どう、女性の目から見て抱かれたいと思う男は？そうね、ユウ。うまいね、ユリカちゃん。ちょっとええかな。で、これ以上右京達也を勝たせるわけにはいきまへん。確かに強いからね。もう5連勝です。掛け金も達也に集中してますし、おのずと久喜組だけがしのぎを上げています。正直東上界の他の組からもクレームがかなり。わかってる。早い話が、金かけてどんな手使ってでも達也の連勝を止めたいんだろう。は、はい。ストレートに言ってくれ、こっちは忙しいんだ。失礼します。うん、ちょうどいい、通せ。ん？達也を倒せるやつ紹介するよ。ご無沙汰しております。ヒューガ、この前右京に負けとるやないですか。それでもええんですか？今の彼なら達也を潰せる。儲けを焦る前にまずは潰す。城を建てるのはそれからだ。もしもし。
のか、これ。俺をどこへ連れてく気だ。見せたいものがある。まさか埼玉県の山中じゃないだろうな。たまには面白い冗談も言うんだな。昨日からいろいろあったもんで、俺も忙しくてバタバタしてたんだ。その間にお前の次の相手決まったぜ。わざわざそんなこと言うために来たのか。それだけじゃないがな。相手は誰だ。ヒューガだ。え、またかよ。仁岡組から提案があったんだ。キャバ嬢や風俗嬢とか女性ファンからヒューガ待望論が結構あるし、
特に強烈な新人も最近はいねえからな。ヒューが達也にリベンジという前宣伝を打てば全体的に客は入るだろうってな。まあ否定はできん話だ。結局金儲けか。でもまさか同じ相手との勝利じゃ連勝のカウントはなしとか言わねえよな。大丈夫だ。一度勝ったから相手としては不足か。いや面白えじゃねえか。まあなんか俺ももう一度会ってみてえしよう。また会いたいか。余裕だな。なぜもう一度会いたい。そりゃこっちの話だ。で今からどこ行くんだ。さっきうちの組の若い連中から連絡があってな。じゃあ行くか。技を狙い観客に強さをアピールするヒューガとは180と違う。相手を破滅させんばかりの気迫。しばらく姿を見なかったがどえらい変わりようだ。大丈夫か。いや練習見て気が引き締まったぜ。心配ない。ヒューガ仮面を脱いだな。仮面？これがドラゴンヒートに来る前のヤツの姿だ。プロの総合格闘家時代、彼は冷酷なまでに真の強さを追い求める誰もが認める実力者だった。それはドラゴンヒートでも同じだろ。いや違うな。何が？スタイルがだ。お前のヒューガの印象は？それはまあやっぱ強いし、決め技へのこだわりとかいろいろ。決め技へのこだわりなど以前は全く意識してなどいなかった。彼のこだわりは勝つことのみだった。え？だが地味な格闘スタイルが災いし人気は全く出なかった。その現実に憤った彼はその憤りをそのままむき出しにして、彼は過去レフリーストップも聞かず相手を殺してしまったんだ。それで表舞台を去ったのか。ああそうだ。それで前回俺と戦ってた時、てめえみたいに何も背負っていないガキに負けてたまるか。どうしてそこまで最強に勝ち方にこだわる。ほらやっと手に入れたんだ。地上では永遠に失った。光も金も名誉も女も俺はやっとここで取り戻したんだ。どういう意味だ。お前に関係ねえ。とにかく俺は俺のやり方で勝つ。それ以外俺は認めねえ。でもなぜ今更戻ったんだ。問題はそこだ。あいつは変わってからの自分の試合には全て納得をしていたようだったし、前回お前にも負けはしたが、あいつは相変わらず人気の高いファイターのままだしな。きっとそのスタイルじゃねえと俺を倒せねえと思ったからか。お前に負けたことがそんなに納得いかなかったのか。いやそこが俺にも引っかかる。でももしそうだったらなおさら俺は戦うべきな気がする。達也本当に大丈夫か。何度言わせりゃ気が済む。心配するな。クキお前本当に俺を勝たせたいのか。俺の敵なのか味方なのか。これで右京達也は俺の思うがままだ。そろそろ休んで試合に備えるか。でもこいつの目は敵には見えねえ。とにかく試合に勝つことだ。
達也君。
らっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おい、
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おい、見せてみろ。